国内外で活躍する現代美術家村上隆さんの代表作であるお花をモチーフにしたカフェが港区に今日オープンし、六本木の街を彩っています。お花カフェは六本木ヒルズの中にあるヒルズカフェに期間限定でオープンしました。店内には床から壁まで一面お花がデザインされていて、明るく華やかな気持ちになります。そしてもちろんメニューにもお花をモチーフにしたオムライスやスイーツが登場しています。店内には村上隆さんが制作した六本木ヒルズの公式キャラクター66星人のバルーンが宙を舞い、スクリーンにはアニメーションも流れ、村上さん独自の世界観を満喫できます。お正月、このお花のカラフルで華やかな、アートの中で今年のいいスタートを切っていただければと思います。店内では野菜のビーツのソースとハムで花びらを彩ったオムライスや、チョコレートでできた顔が可愛いラズベリーの濃厚なムースのケーキなどが数量限定で販売されています。カフェには11時のオープンとともに多くの人が詰めかけました。綺麗で、今日始まったばかりだから、なんかいい気持ち。すごい可愛いんですけど、なんか飲むのがもったいなくて、でも美味しいです。お花のデザインが大好きなので、もうすごいテンション上がります。現在、会場の隣にある森美術館では、村上さんの展覧会も開かれていて、全長100メートルという日本初公開の作品が楽しめます。今日これから行こうかなと思っていて、食べた後に今日はその日にしてます。まるで春の花畑にいるような暖かい雰囲気を味わえるお花カフェは来月31日までオープンしています。